サキポンです。美女と野獣です。お願いします。ちょっと聞いてほしいんですけども、うんうん、僕昔少年野球チームに入ってて、仲間と白球を追いかけてた時代があったんですけども、白球、白球と言いましたけど、白球よ。はいはい、白球、卓球、アイライキュごめんなさいね。でね、少年野球チームに入った話ですけど、いざ入ってみると遊ぶ時間が全然なくて、練習時間が毎週土日朝10時から夕方6時まで。ちょっとそんな予告 CM みたいな言い方。いや、どこら辺がだよ。毎週土日朝10時から夕方6時まで。そんな言い方してないわ。新番組、サキポンの渋谷の女子をラリアット TV。 どんな番組だよお前。この番組はサキポンが渋谷の女子どもをひたすらラリアットしていくよ。なんでだよ、毎週土日8時間もやんのか。あ、スクランブル交差点、ボーナスタイム。いや、人が多いことをボーナスタイムって言うな。やめろ、黙ってろ。怖っ。聞いてください。でね、もう監督がいたんですけどね、その監督は本当に怖い監督で、もうチームが軍隊みたいだったんですよね。カタ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 、一等兵、うーん、二等兵をクリッククリック、ネットで軍隊。でもね、そんな監督のおかげでね、上達も早くてね、サヨナラホームラン打てた思い出の試合もできたんですよね。ちょっとやってみますね。ランナー1、2塁、これ打ったら逆転。その時に思い切り振ったんですよ。かけー、打った、大きい大きい、お前出てくんなって。なんだ、さっきからジャンばっかしやがって。はい、今日のお話ゲームセット。いや、勝手にまとめんな。お前と喋るのしんどい。どうもありがとうございました。